1876年のロセンズボルチモアオハイオ鉄道とはアメリカ最古の鉄道の一つである。最初の鉄道が開通したのは1826年である。メリーランド州ボルチモアの港からオハイオ川の港であるウェストバージニア州ホイーリングに向けて精神する路線であった。数年後、オハイオ川に面したウェストバージニア州パーカーズバーグまで延伸した。 他鉄道との複数回の合併により B&O の路線網は CSX トランスポーテーションの一部となっている。その中には共用されている鉄道橋としては世界最古のカロルトン橋も含まれる。B&O には合衆国最古の工場的に付設された鉄道とされるライパー鉄道も含まれる。ライパー鉄道は1810年に 馬車軌道として開通し、後1829年に運河にとって変わられ、さらに1852年には鉄道として復活している。フィリップ・トーマスとジョージ・ブラウンというの二人の人物が、アメリカにおける鉄道のパイオニアである。彼らは1826年に、まだ陶器的な存在だったイギリスにおいて、鉄道事業を調査した。 当時のアメリカ合衆国先海岸の主要都市のうち、ボストンとニューヨークは、エリー運河により五大湖地域へ証券を拡大し、フィラデルフィアも山越えの運河により、オハイオ川沿いのピッツバーグまで到達していた。しかし、メリーランド州のボルチモアには運河に適した土地がなく、鉄道を用いてオハイオ川に到達することが計画された。1827年2月12日、 ボルチモアの有力者が実業家、ジョージ・ブラウンの邸宅に集まり、交通についての協議を行った。2年前の1825年に、イギリスで世界初の公共鉄道として開業した、ストックトンダーリントン鉄道の成功に倣って、鉄道の付設が決定された。目的地は、西方のアパラチア山脈を越えた先のオハイオ州とし、 オハイオ川沿いのホイーリングまでの380マイルを結んでオハイオ川の水運に接続しミシシッピ川流域一帯を証券とする計画であった。B&O に関するメリーランド州法が2月27日に可決され、3月8日にはバージニア州を通過し、B&O 設立の許可が出された。B&O は4月24日に 会社組織化され、アメリカ合衆国中西部から東海岸まで航路の代替とともに最速ルートとなることを目指した。そして、トーマスは初代社長に、ブラウンは会計役となった。資本金は500万ドルと計画した。1828年7月4日の独立記念日、合衆国独立宣言の署名者であった、チャールズ・キャロル・オブ・カロルトンらにより、 最初の祖先の据え付けが行われた。カロルトンは独立宣言署名者としては最後まで生き残った人物であり、一族はボルチモアの名家であった。1830年5月24日、最初の開業区間であるボルチモアメリーランド州、エリコット館が開通した。パタプスコ川沿いをパーズリッチ付近まで遡り、そこで幕府船を横切って、 モノカシー川及びポトマック川の谷間まで降りてゆくルートである。当初は馬車鉄道のみであったが、8月よりアメリカ最初の蒸気機関車トムサムが使用されている。以降、夏季のように延伸される。また、1831年にメリーランド州は B&O にボルチモアからワシントン DC への鉄道建設の認可を出した。 1835年8月25日にはワシントン支線が開業し、首都ワシントンに乗り入れた最初の鉄道となった。この路線はボルチモアから精神するメインラインとはリレーで分岐し、パタプスコ川をトーマス橋で越えてワシントン DC へと向かうもので、部分的に州の資金により建設された。そのため、 1870年代まで旅客収入の25%は、州の収入とされていた。さらに、1873年には、ワシントン d c ポイントオブロックスまでの首都支線が開通すると、このリレーワシントン d c ポイントオブロックスのルートは名称こそ、支線ながら事実上のメインラインとなった。1900年代初期には、改良が施され、 1928年には、伏線化された。従来のフレデリック南部を通るルートは、予備的なルートとなり、オールドメインライン、略して、オムルと呼ばれた。オムルで使用されていた石造りの橋は、パタプスコ川の記録的な洪水に現れ、長持ちせず、最初にボル、マントラスに掛け替えられた。1840年には、アナポリスエルク、 リッチ鉄道がアナポリスのジャンクションでこのワシントン支線と接続した。1861年、南北戦争が勃発。アメリカ北部の鉄道は南部の倍ほど発達しており、資本主義の象徴とみなされていたこと。また南北戦争では、平坦に嘘に鉄道が重要な役割を果たしたため、南部による鉄道の襲撃がたびたび生じ、B&O も巻き込まれることとなった。 B&O、または、チェサピークオハイオ運河を経て出荷された、カンバーランド炭鉱からの石炭出荷量の推移1871年、ホイーリングと対岸のベレアを結ぶ橋が、オハイオ側に完成し、B&O とセントラルオハイオ鉄道が接続された。CO は1866年から、B、B&O によりリ,リースされていた。この接続により、コロンバスと 東海岸が直結され、鉄道が日市を呼び、北へと延伸されるきっかけとなった。B&O に合併された鉄道は、以下の通りである1931年、シカゴアルトン鉄道を買収し、アルトン鉄道と解消。別会社として運営したが、1942年には、裁判所による財産管理下に置かれた後、 1947年に、ガルフモバイルオハイオ鉄道に引き継がれた。1877年7月20日、B&O の従業員による暴動がボルチモアで起き、9人がメリーランド州の軍により殺された。翌日、ピッツバーグの従業員はストライキを行い、再び軍に包囲された。これがきっかけで、暴動はピッツバーグ全域に広がった。 前述の通り、B&O は、ボルチモア・ワシントン DC マの新線を建設し、その路線の営業は好調に推移していたが、1880年代になって、ボルチモア周辺において、ペンシルバニア鉄道と B&O との間で、熾烈な争いが始まった。PRR は、B、B&O が持つボルチモア周辺のルートを、ダッシュしようと画策。まずは、 ボルチモアから北へ向かうルート、すなわち、フィラデルフィアを経て、ニューヨークに至るルートを断ち切るために、B&O が利用していた、フィラデルフィアウィルミントンボルチモア鉄道を1884年に、高額で買収した。また、ボルチモア・ワシントン DC 間についても、PRR は、ボルチモアポトミック鉄道を通じて、建設してしまった。かつて、メリーランド州は、 B&O のボルチモア・ワシントン DC までに競合する路線建設には許可を与えないという暗黙の約束を保持していたが、PRR は巧みなロビー活動でボルチモアから B&O の路線の東側に並行して南下し、ボーイーを経てポープスクリークに至る路線の建設許可を得た。その許可条項を PRR のホーム担当者がよく見ると、 そこには20マイルまでの支線の建設許可を伴っており、しかも、どこからどこに向かう支線かは明示されていなかった。この条項を利用して、PRR は、途中のボーイからワシントン DC に向かう路線も、支線として建設してしまった。つまり、B、B&O の路線の東側に並行する形で、新線を作り、両都市を結んだのである。 建前上は支線であるボルチモア・ワシントン DC 今は1872年7月2日に営業を開始し、本来はメインラインであるが、実質的に支線であるボーイー・ポープスクリーク間は翌年1月1日に開業した。これらの PRR の策略に対抗して、B&O は PW&B に並行するフィラデルフィア支線と、 ボルチモアフィラデルフィア鉄道の建設を開始し、1886年に完成させた。ボルチモアベルトラインが1895年に開業し、パタプスコ川をフェリーに頼らずに、フィラデルフィア支線とメインラインを結んだ。しかし、フィラデルフィアの北部ダウンタウンをパスして、カムデン駅に向かうハワードストリートトンネルの建設に、莫大な資金を投入したため、それが、 きっかけとなって B&O は翌年倒産に至った。また、二つの路線が南側へ延伸された。そのうちの一つ、1874年に建設されたアレクサンドリア支線はハヤッツビルとシェパードのフェリーのリバーを結んだ。フェリーの運行はワシントンユニオン駅が設置された1901年まで行われた。ワシントンユニオン駅は PRR と B&O がそれぞれ独自の駅をワシントン DC に持っていたものを統合して共同で設置した駅である。アレクサンドリア支線のシェパードへの路線は第二次世界大戦において非常に重要な役割を果たした。ポトマック川を渡るロングブリッジの輸送量が逼迫していたためにアメリカ陸軍公兵司令部が B&O が当初予定したのと同じく、シェパードとアレクサンドリアを結ぶ橋を建設していたためである。1891年における B&O の路線図、B&O と PRR の両路線が接続される、以前、他にもワシントン DC の西側に建設された路線があった。1880年代、B&O は、経営が破綻したバージニア州の バージニアミッドランド鉄道を再編成した。VM の路線はアレクサンドリアからバージニア集団ビルへ向かうものである。この周辺にポトミック側を渡って精神する路線の計画があった。当初、DC ラインの北側を通って南西に進み、フェアファックスで VM に接続し、可能ならばクアンティコまで伸ばして、リッチモンドフレデリックスバーグ ポトマック鉄道に接続する予定であった。この支線は1892年に建設が始まり、同年にはメリーランド州シェビーチェースに達した。財政的問題が B&O と VM 双方に生じたため建設は一時中断され、さらに B&O は VM のコントロール権を失ってしまった。破産後、建設は PRR に委ねられ、 1910年に完成。川を渡る部分は、どこにも作らなかった。この路線は、ジョージタウン支線となった。この路線は、多くの小川を渡り、トンネルは短くし、ロッククリークでは木材を組み合わせた、史上最長の橋を架けた。この路線の大部分は、1986年に、CSX トランスポーテーションにより廃止されている。B&O の株券。 1903年、破産から脱出した B&O の経営は、1901年に PRR の手に渡り、PRR の若き副社長、レオノア・ローリーが社長に就任した。ローリーは PRR と B&O のインフラを共用とした。新たな機関車が、より長大なでより高速な列車のために新造された。オールドメインラインは、 曲線部分を直線に改良したり、老朽化した鉄橋を石の橋に交換するなどの手が入れられた。ローリーによるこうした施策は今もなおその姿をとどめている。PRR は石の橋を好み、レディング鉄道やラッカワナ鉄道はコンクリート橋を好んだのである。ボルチモアの北チャールス通りにある B&O のオフィス。1963年。 チェサピークオハイオ鉄道が B&O の経営を取得し単独で株式会社化した。1973年 C&O はウェスタンメリーランド鉄道と共にチェシーシステムとなり、さらに1980年にチェシーシステムはシーボードシステム鉄道と合併し CSX トランスポーテーションとなった。B&O は 会社としては存在してはいたが、1986年、正式に C&O と合併し、会社としての歴史を閉じた。同年、C&O は CSX と合併している。キャロルトンバイオダクト B&O の建設が始まった1820年代、鉄道の技術は未熟だった。どんな材質が要求を満たすかもわからず、B&O は、 加工岩で多くの建造物を作った。鉄の帯を表面に貼り付けたレールの銅床も石であった。加工岩はすぐにこうした用途には不向きでかつ費用もかかることが判明したが、B&O の多くの橋は現在でもなおその姿を留めており、CSX の列車がその上を通過している。前述の通り、ボルチモアのカロルトン橋は B&O 最初の橋であり、 世界最古の共用中の鉄道橋でもある。リレーのトーマス橋は1835年の完成時点ではアメリカ一の長い橋だったものであり、やはり現在も共用中である。B&O は1800年代半ばまでボルマントラス鉄橋も広範囲で使用した。その耐久性と組み立ての容易さで鉄道建設を大いに早めた。1830年に B&O がボルチモアから西を目指して建設を始めたとき、ポタプスコ川の堤防沿いに遡り、現在のマウントアイリーンに達した。その当時、まだ蒸気機関車の運転についてのノウハウの集積は少なく、鉄車輪が鉄の機場の上を走ってパースリージまで登ることができるのか確信を持てなかった。B&O は尾根の両側に、 各2機計4機のインクラインを設置し、馬、あるいは蒸気機関によるウインチで列車を押し上げるのをアシストした。すぐに、この部分が運営上のボトルネックとなることが判明し、10年も経たないうちに、B、B&O は5.5マイルの現在マウントアイリーループとして知られる代替ルートを建設した。インクラインは早々に廃止され、現在は異物が残るのみである。 ありがとうございます。